ただいまタコスさんのブースにやってきました。でね、ニューモデルが出たということなので、横山さんにいろいろお伺いしていきたいと思います。本日はよろしくお願いします。みるみるランド、はい、ということで今までね、ミミはすごく人気のあるトレーラーだったと思うんですけど、はい、トレーラーもう一台来ましたね。そうですね、あの公開の賞から、うんうん、はい、何ていう名前ですか。 GX350 GX350、はい、あ、本当だ、ここにロゴが入ってますね、はい、こんな感じ。なんかこのデザインのラインもすごい素敵ですね。そうですね、あの以前から出てるミミ310と全く逆のコンセプトで、はい、全然違いますね、雰囲気がね。そうそう、はい、はい、でこちらについてるのは何ですか。こちらは給湯器、オプションになるんですけど、はいはい、給湯器ですね。あ、こういうのもつけてくれるんですね。オプションで、お付けすることになります。物を運ぶのがあのコンセプトでやってますんで、自転車とかバイクとか、あの、はいはい、アウトドアで遊びに行ってからちょっと汚れちゃった、汗かいたっていう時に、うんうん、まあ、あの給湯器で、はい、お湯で浴びてもらうっていうのが、わあ、こともできるような、すごい、そういう選択肢もあるんですね。はい、脱着式で、わあ。でこちらは、あ、こちらはマルチルームなんですけど、ね、まあお手洗いとしてでも、あとはシャワー浴びる、はいはいはい、どちらでも、はい、で中からも外からもアクセスできるようになっていて、でね、はい、でね、今ね完全には開かないんですけど、若干こう開いて見えるところだとベッドが見えてますね。そうですね、前方の常設ベッドになるんですけど、長物、荷物を入れるときに、あのバゲージドアがあると入れやすい。そうですね、はい、そのためのドアなんですね。で、さらに前に来ますと LP ガスが詰めたりですとか、あとこちらエアコンの室外機が来てたりするんですけど、こういうところにもしあの欲しければ乗っけることができますよっていう形ですかね。で、窓もあってここにもロゴが入っています。あ、素敵。じゃあ中もね拝見していきたいです。みるみるランド、はい、これはなんか観音開きっぽいですけど。そうですね、若干、うんうん、観音開きなんですけど、今はドアキャッチつけてるんでここでも固定できますよ。ただ、さらに180度こっちも開くので、はい、全面的にもお使いいただける、使えるようになってるんですね、はい、で後ろからも出入りができて、でさらにサイドからもできるような構造になってるんですね。はい、結構こうやって中拝見すると広いですね。そうですね、かなり広々、はい、してます、はい、これカーテンがついてるのはどうしてですか。ですね、まあ、夏場でも開けた状態でとか、はい、まあ、やっぱり、まあ、プライバシー保護のために、あの見えないわけではなく外も見えるように開放感ですね。なるほど、開放感あるけど、はい、ちょっと閉めておきたい時もあるよねっていう時のために、ね、窓がなくてもわざわざカーテンつけてくれてるんですね。はい、そうですね、嬉しいです。はい、で早速中入っていきたいと思います。はい、こちら側にも、ね、窓あります。でこちら側に開けるようになっています。でこのサイドアーニングはオプションですか。これもオプションになります。オプションでつけることが、はい、できるんですね。はい、はい、じゃこちらちょっと読ませていただきます。タコスさんのグランドクロスです。就寝定員が4名もしくは5名で、お値段が312万円です。こちら警備許可不要のものになっています。はい、ではお願いします。はい、お邪魔します。みるみるランド、はい、ここ入ってきてすぐがキッチンなんですかね。そうですね、はい、こんな感じで、ね、大きめのシンクがついていて、ここにライトがあるので明るく作業もできますし、今止めてありますけどこれが蓋になる感じですかね。そうですね、はい、この下は何ですか。給排のタンクが入ってます。あ、本当だ、20リッターの給排のタンクですね。あ、本当ですね、はい、20リッターが2本入ってますね。で、ここは、裏からも見てもらった。なるほど、マルチルームが、あ、結構広さありますね。そうですね、うんうん、はい、身長ある方でも使えるような、はい、はい、で上にあのベンチレーターあるのでちゃんと換気もできるようになっているのが嬉しいですね。はい、はい、でちゃんと室内にもねベンチレーターがあって、ここも換気ができますし、これはオプションですね。オプションになります。はい、つけられるって。これは何ですか。これは、まあ、
棚ですね。棚ですか。はい、このまま置いていただいてもいいですし、はい、ベルトをかけて例えば自転車を置くとか、そういった扱い方も、ね、なるほど、自転車積んだりもできるんですね。すごい。これ自体は動いた、稼働したりするんですか。畳めます。あ、はい、じゃあ使わないときは折りたたんで置いといていただければ。あ、そっか、両側で、はい、でここで押さえることができちゃう。へ、ね、はい、ありがとうございます。はい、こちらベッドルームがありました。これ常設の2段ベッドですね。常設の2段ベッドになります。3分割でできるので、はい、もしいらないよっていう時は畳んでもらって、背の高いものの荷物なども詰めますね。あ、そうなんですか。でこれ外して、これが1枚ずつこれ独立してるので、あ、ここもまた1つ盛り上がってきて、なるほどなるほど、はい、そしたら下だけベッドにして使うこともできるし、ね、はい、上荷物置き場にすることもできるし、はい、で使わないときはこう重ねて置いておくと、高い、背の高いものも車内に積めるということですね。そうですね、はい、下も同様に3分割。すごい、これいいですね。でこちら側と向こう側どっちも外からのアクセスが可能になっているということですね。はい、あ、すごいよく考えられてますね。ここでまずは2名寝れちゃうということですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、あとこちらの車内を教えてほしいんですけど、なんかいろんな仕掛けがありそうで。そうですね、はい、まず右手のものが2段ベッドの折りたたみのもの、今ちょっと展開しています、ね、はい、お願いします。ごめんなさい、ちょっとテーブル自体、これベッド、このロックの、これ2枚同時に降りてきます。あ、本当だ、連動式なんですね。すごい。あ、すごい大きな2段ベッドが出てきましたね。そのために落っこちないように、確かにそうですね、ちょっと寝相悪い人だとすぐにコロンって行ってしまうので。へー、あとはこちらも同様、はい、あ、これを、はい、こんな感じでもう一人寝られちゃうんですね。こちらで、はい、寝られちゃいます。おー、あ、でさらにここにテーブルもセッティングできるんですか。よいしょ。おー、あ、すごい。そうするとここでみんなでくつろぐことができますね。結構な人数乗れますね。はい、そうですね、もし対面でってなると折りたたみ、この畳んでもらってお手持ちの、キャンピングチェアとか利用していただくと、まあ、対面で、あ、はい、そうですね、そうですね、はい、こっち側だとちょっと確かにちょっと頭使っちゃうんで、はい、そうですね、はい、若干こうきます ね、本当に寝る時だけ、下ろしてもらう、空間を作ってもらうという感じですね。なるほど、はい、でもさっきみたいに広い状態だと、いろんなギアとか荷物とか自転車とかバイクとか、そうですね、なんかそういうのをいろいろ詰めそうですね、はい、そういったお声が多いですね、ジェットスキー積みたいだとか、あ、はい、ジェットスキー、そういうことも、はい、サイズによっては変わる、可能ですね、はい、すごい夢が広がりますね。そうですね、どっちかっていうと、その物をちゃんと運んでしっかり寝れるスペースを確保してあるのかなっていう雰囲気がしますけど、どんな方におすすめですか。そうですね、まあアウトドアレジャーとかがお好きな方ですからね、自転車、バイク、山へ行って遊んでっていう方、もしくは重量がかなり積めるので荷物を置いといて、はい、まあ保管代わりにもできるので、保管庫代わりにもご利用になっていただけるお車ということで、まあ
そうですね。そうですね。はい、保管庫としても使えますし、はい、あとやっぱりキャンピング道具って場所がね、取るので、そうですね。そういうのもちゃんとこの室内に置いとけっていうのができるっていうのは嬉しいですね。はいはい、電気が今ついてるんですけれども、はい、電気はどういう風になってらっしゃいますか？電気は100アンペアのサブバッテリーを1個積んでまして、はい、照明関係、あとはベンチレーターなどは、そちらから電源供給しています。でもしエアコンなんか100ボルト のものを使えた時にはそういう電源サイトをご利用いただいて外部から、入力を入れるかもしくはインバーターをオプションでお付けして、うん、でそういうのを左右されずに孤立して、使えるようにという。なるほど、はい、もし増設とか、はい、あとソーラーパネル乗っけたいなみたいなのは要望があったときはそれもオプションでできるんですかね。はい、あ、なるほど、わかりました。安心できます。ありがとうございます。みるみるランド、はい、タコスさんの耳も拝見していきたいと思います。すごくね軽い耳なんで人気があるそうです。軽免許が不要っていうのもねすごく嬉しいポイントなんですけど、あとねこの丸いアーチの感じがねすごく可愛らしいフォルムです。お値段は256万円で、大人3人と子供1人が寝れるようなスペースになっています。私の、ね、後ろ空いてるところは、ね、マルチルームのスペースです。はい、さっき今見た、ね、こちらとは対照的ということですね。そう、 GX350 とは、ね、ちょっとテイストが違いますね。こっちはお家という感じのトレーラーになってます。はい、中が、ね、内装が本当にお家なんですよ。はい、お邪魔します。すごく、ね、優しい内装になっています。でこちらも、ね、エアコンオプションでつけられますよっていうのと、結構、ね、大きめのシンクがあって、後ろがマルチルームになっています。でここはですねこんな感じで、物入れになってますね。でこちらがコの字型のリビングに、窓が3箇所ついていて、本当にゆったりくつろげるお家っていう感じです。そしてキャブコン、はい、メリーですね、人気です。ビビルさん、はい、こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、ね、人気があって中にお客様がいるのであれなんですけど、はい、そしてハイエース、はい、ハイエース、こちらは 3B ですね。 3B、はい、中が黒いんですよね。そうですね。で2段ベッド、そうです、2段ベッドですし、あと、はい、お値段が576万円です。でしっかりねこちら家庭用のエアコンついてるんですけど、はい、室外機のついてる場所が特徴があります。運転席側なんですけれども、すごいこの子、ここですね、はい、こちら側です。これこれ、ここにねしっかり中に入っているので非常にね安全性が高いです。ハイエースのワイドミドルです。でサイズ感もかなりいいですね。ワイドなので、はい、どうぞ。はい、NV200 バネット。はい、日産のバネットをベースの車両にして、上をね大きく仮装して背が高くなってます。ハイルーフ、上でも寝れるようになってます。はい、そうですね、お子さんがね上で寝れるようになってるかな。450万円です。はい、5人乗りの乗車人数があるので、日常使いから泊まりに行くときもね、しっかり使える感じです。で、このバネットと対照的なのがこちら、花です。こちらはタウンエースのベースになっていて、車両のね、上のところがやっぱりポコッと大きくなっているのが特徴です。